どうも皆さんこんにちは、リボン鉄道チャンネルです。私はですね、現在最寄りの西陣駅から福岡市地下鉄空港線上り列車の始発列車に乗っております。この列車に乗ったらですね、博多駅に5時50分に着きます。そこからはですね、在来線特急かもめ1号、これもまた始発列車でございますね。まあこちらに乗りまして佐賀駅まで向かっていきたいと思います。かもめ1号の出発時刻はですね5時55分なので、5分のね連絡時間しかございません。なのでね、一歩間違えれば乗り遅れる可能性がございますので、博多駅では慎重にね乗り換えていきたいなとも思いますね。博多駅において地下鉄から JR 線に乗り換える場合は、地下鉄車両の3号車4号車いわゆる中ほどにね座っていただけたらね、博多駅の中央改札口へとたどり着きますので、ちょっとばかり便利かもしれませんね。ということで博多からはですね2枚切符を使って佐賀へと向かっていきたいと思います。今回乗る列車はですね、特急かもめ1号長崎行きでございます。発車時刻が近いので外装の紹介なんかは基本的にはいたしませんが、今回乗る列車は787系電車での運転となります。朝の時間帯の下りかもめはですね、787系が依然として多いです。今回乗るのはですね4号車でございます。4号車で聞くとですね、7両編成の列車の場合はだいたい指定席なんですけれども、朝の時間帯または夜の時間帯に関してはですね自由席になることが多いです。4号車にはですね個室がございますのでね、個室にも乗車券と自由席特急券だけで乗れるというね乗り得現象が発生してしまいますね。ということで始発の博多を出発、この列車はですね二日市、鳥栖、新鳥栖、佐賀、肥前山口、肥前鹿島、諫早、浦上、終点長崎の順に停車します。特急かもめといえばですね、ほとんどの列車が二日市か肥前山口どちらかをですね通過するようになっているんですけれども、朝夕方の時間帯のかもめについてはですねどちらの停車駅にも停車するという感じになっているようですね。個人的には肥前山口通過のかもめ号というものはあまりね意味がわからないんですけれども、列車は3分ほどで竹下駅へとやってきました。竹下駅側線にはですね電車の留置線がございます。883系電車がですねまあ目立っていますね。アクアライナーも止まっていますね。アクアライナーは確か疎開で止まっているんじゃなかったかな。竹下駅を通過、当駅は通過線がございます。非常に珍しい駅となっておりますね。ということで外も真っ暗なのでね、車内の紹介をしていきたいと思います。テーブルの真ん中の部分にはですねこのように室内灯がございますね。これによってですねまあ2段階ではあるんですけれども、個室の明るさを調整できるようですね。そして個室に備え付けられておりますテーブルはですね折りたたみ式のものとなっているようですね。テーブルを最大限に広げてみますと結構広いスペースがあることが分かりましたね。4人でお弁当を食べるといったようなねこともねできそうですね。個人的な感想ですが、ワインレッドのね配色がこれまた高級感を感じさせてくれます。未透過デザインにおいてはですね木製のものがですね非常に重宝されております。そのため車内設備を注目して見てみますと木製のものがかなり対応されていることがわかりますのでね、皆様未透過デザインの列車に乗った際は車内を少しだけ注目してみるのもいいかもしれませんね。個室の壁の部分にはですね謎の絵画がございました。ということでね、最初の停車駅である二日市駅へと到着しております。日中のかもめ号の約半数はですねこの二日市駅を通過するわけなんですけれども、朝夕方の時間帯に関してはですね全ての特急かもめ号が停車するそうですね。ちなみにですね二日市から乗られるお客さんというものは私は見ませんでしたね。4人掛け個室の椅子というものを私は詳しく見ていくことにしました。そうするとですね台座の部分がつながっていることが分かりましたね。ちなみにですね座席と座席の間にはですねフットレストもございます。ちなみに個室座席においてはですねリクライニング機能はついていないんですけれども、もともとの設定でね座席が少し傾いていますのでね、リクライニングがないから不便をするといったようなことはですね特段なさそうにも見えましたね。座席の端っこにはですね出っ張りがありますね。この出っ張りはですねもし寝返った際に隣のお客様に迷惑をかけないためにねつけられたものだと思います。ということで2つ目の停車駅である鳥栖駅へと到着いたします。鳥栖駅から先はですねこの列車は長崎本線へと乗り入れるようですね。しかしこんなにも閑散とした鳥栖駅をですね私初めて見たかもしれませんね。しかし対向にはですね鹿児島本線の普通快速列車が止まっておりました。おそらく筑後地方から直通してきた列車なんだろうなともね思いましたね。方向幕の行き先は快速博多行きとなっておりました。朝の時間帯や夕方の時間帯はですね
大体博多で運行系統が分けられている場合が多いです。ということで鳥栖駅を出発、次は新鳥栖に停まります。新鳥栖駅はですね、九州新幹線の全線開業と合わせて開業した駅となっております。鳥栖駅の隣駅となるんですけれどもね、鳥栖駅から程ない距離に位置するといったような印象がございますね。某大手私鉄の影響で利用客数が非常に少ない筑後地方とは裏腹に、長崎本線の利用客というものはですね、まあそこそこ多く感じております。ということでここら辺でね、なんと寝落ちをしてしまいましたね。申し訳ございません。ということでね、佐賀駅へと到着いたしました。佐賀駅に着いた途端ね、私ははっとね目が覚めてね、慌ててこの電車から飛び降りたといったような感じでございましたね。ということで先ほどまで乗っていた特急かもめ1号長崎行きをお見送り、ちなみに3番乗り場に817系電車が止まっていたのでね、非常に驚きましたね。朝の佐賀駅は日中の佐賀駅を考慮すると全く想定外の運行形態をとっているようです。今回の動画の目的地はですね、佐賀駅に隣接する佐賀駅バスセンターでございます。佐賀駅バスセンターからはですね、若楠号天神行きのイレギュラーなね種別にね乗っていこうかなとも思います。ということでね、今回の動画はこれにて終わります。ご視聴ありがとうございました。今回はご視聴誠にありがとうございました。おすすめの動画を貼っておりますので、ぜひご覧ください。チャンネル登録もぜひともよろしくお願いいたします。右にある私のチャンネルのアイコンからチャンネル登録ができます。